発行人の,の,の時間。時間 沖縄手帳発行人の時間この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄の,のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事沖縄の再発見沖縄の歳時期について語りますはい。<coughs> 沖縄手帳発行人の前志郎です今日もよろしく一緒にお付き合いください沖縄手帳をめくりながらまあいろいろ沖縄のことを考え始めたいと思いますはい。聞き手は沖縄留学中の FM 技能湾田辺由紀です今日も沖縄愛するくぬ大使お送りします FM 小座 FM 那覇をお聞きの皆さんもおはようございますさて番組を通して真順沖縄の時間を取り戻しませんか 面白いコーナーをご用意していますティーチ今日の小読みダーチ今日はうちのクイズですかね、うん、はいね、はい、やります、えー、沖縄マニアは腕試ししてねミーチそしてメインコーナー沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事がありますぜひ56分までお付き合いください 手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問リクエストを募集していますクイズのコーナーにもぜひご参加くださいメールアドレスは沖縄手帳 o k、ok、i n a w a t e c h o u atmark g m a i l c o m です また、ユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてください。はい、また、サイマル放送もやっております。リッスンラジオで聞くことができます。リッスンラジオという無料アプリがあります。そちらを開きまして、 全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてくださいパソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります完全に同じものをお楽しみいただけますそれでは沖縄手帳発行人の時間スタートですこの番組は丸るま印刷の提供でお送りします 新縄手帳発行人の時間今日の暦です今日は9月11日火曜日 沖縄手帳からうんぬきやびら旧暦は8月2日今日は日の絵馬え馬、ー、えと晴天確率は晴天63%今日の潮回りは大潮満潮干潮時刻は満潮はこの後は夜8時25分で2 2 7センチ 長はこの後は午い、まあ、210日から10日経ったというあ。<laughs> あ <laughs> そっか、あ二210日っては聞くんですけど、20日ってあるんですか。はい、しですおあ今知りました、220日ですね、はい で廃人、篠原豊作没、1936年の今日そして1997年、カビラ湾ととだ岳、国の名称指定、そして2001年の今日アメリカで同時多発テロ発生、2003年の今日台風14号、宮古島を直撃、最大瞬間風速74.1メートル。 二千十二年の今日、尖閣諸島を国有化という出来事があります。はい、週初めの日の出日の入りは、日の出六時十三分、日の入り六時四十分です。うん、今日は割といろいろありますね、過去に。ねうん、<laughs> 日の、まあ、日の出もだんだん遅くなってきましたね。そうですね。うん 暗くなるのも早くなるような感じがしますね。はい。ちょっと涼しくなってきましたね。最近、うん、出てね、あのだいたい二百十日の方が有名だよね。はい。二百十日しか知らなかったです。<laughs> なんかでもか確率から見ると二百二十日の方が台風が来る割合が高いとかいう話がありますよ。うん、今もね、本当に最近多いですよね。まあうん、今年はちょっと今年多いはい。 うん、台風が多すぎて、はい、ほとんどなんか台風の隙間にうまくこう、ね、いろいろ仕事してるみたいな,、ね <laughs> なね、イベントとかも、ねえーまあ、その結果あまり暑いという感じはしないですね炎天下というのがあまり続かなかったような感じします、ね、そうですね。 まあね、いずれにせよ、2百1 0日でも2百2 0日でもね、<laughs> ちょっと防災の習慣でもありましたしね、そういう時期ですよね。皆さんあの、いろいろ防災対策しましょうね。はいはい、では、えー、再放送をお聞きの方は、今日は9月16日日曜日です。 クイズでーす。はい、えー、うちのクイズですね <laughs>、えー。最近ずいぶんディ,ディープな質問がクイズが増えてきてるんですけど、はい。えー、今日を取り上げるテーマの中に、えー、少年王が徳川将軍にお会いしたというのもございます。はい。それに関連する出題なんですが、うん。明日の出来事でです、ね、そうですね。はい。はいはいはい。 最近といいますかあの数年前に、えー、山口の方から少年王があの徳川家康と対面した時の様子を書いた文書が見つかったらしいんです。はい、でその中に珍しく少年王の印象を書いたのが残っているらしいんです。王、うん、王様の琉球の王様のののことが 記録に残っているいのはほとんどないということで極めて珍しいと言われているらしいんですが、はい、さてそこで、まあ、少年を見た山口の印象はどうだったんだろうかとああ、その山口で見つかったものに書かれているとうことですね、はいはい、毛利家の文章の中にあったらしいんですんじゃあ三択です三択ですこういうことが書いてあったということですねティーチいかにもたくましき良き男なり ティーチいかにもたくましきよき男なり、うん。ターチ。竹は少し低く色白からず。ターチ竹は少し低く色白からず。はい、はい。まあ背が低くて黒いっていうみたなんですよ、ね。<laughs> <laughs> ミーチ。六、えー、尺ばかりの色黒き男なり。ミーチ六尺ばかりの色黒き男なり。はい。えー T1 の方はあのたくましいいい男であるというからなんかこう反作王な感じがしますよね、うんはいかにもモテそうな印象です 2>, はい、はい、2番は背が低くて色は、まあ、遠慮して白くないと言ってるんですけどね、まあ、黒かったんでしょうね背が低くて黒い <laughs> 3番目は6尺ですからー1ー8 0ばかりの色の黒い大男である、うん、この中のどれかが、うん、少年王をじかに見た 毛利家の方の印象なんです。でタージとミーチはちょっと逆のことですね。黒い犬は変わりないですけど、<laughs> 背の高さがね、180って大きいですよね。うん、大きいでしょうね。ええ、ね、統率、はい、としては大きいと思います。うん、さて、どういう人が少年王だったんでしょうか。想像してみてください。えー もう私の想像ではね、あの行列でとかでね、うん、あのモデルの方がされてるじゃないですか、<laughs> もうあんなイメージしかないんですけど、そうですね、えー、これ、映画とかになったら、色白きいい男とことなるんだろうね、うんうん、でも沖縄だから、色白いかな、黒いんじゃないかな、とと白いと思い思ますよ <laughs> あるいは王様だからね、日焼けしないようにしたいかもしれないです。 日傘いつもかけてもらってね外出てそうですからね <laughs>、はい、どうだったんでしょうか <laughs> はいどうだったんでしょうティーターミーでお答えいただいても結構ですよ、はい、ぜひお気軽にご参加くださいツイキャスでもメールでもいいですはいなんか来てますか<ん>来てない,いまたあの答えは番組の最後にお知らせしますので <laughs> ぜひ考えてください 沖縄手帳発行人の時間。 沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前城徳一です。FM 喜ノ川田辺幸が FM 喜ノ湾のスタジオより生放送でお送りしております。<laughs> FM 小崎 FM 那覇でお聞きのぐすいよんたさるグとメッセージもお待ちしております。アドレスは沖縄手帳アットマーク G メールドットコムです。では沖縄の今日の出来事です。 じゃ今日は三つ取り上げます。すね、はい。はい、では一つ目。1936年9月11日、廃人篠原豊作没。はい。ええー、1936年のことですね。はい。えー 沖縄であの俳句を作る俳人っていうのはあまり、えー、縁がないっていうかあの季節感があまりないので俳句をやる人は少ないようなんですけど、うんえー、この時に来た篠原豊作が沖縄で宮古島でね学校の先生してまして、えー、季節感のない沖縄で生活したことが一つの経験になってあの無期俳句季節季語を読まない俳句神経移の俳句を作ったと。 その代表作と言われたのを作った人なんですね、うん、鹿児島出身でしてね、うん、それからと当時の東京帝国大学の法学部を卒業しましたエリートなんですよ。はい、で一旦鹿児島に戻りますけどあのお姉さんがお、ね、結婚して那覇で旦那覇さんが歯医者を開業してましたね で本人は体が弱かったんで、うんえー、しばらくは実家でこう俳句を作ってうろうろしてたらしいんですけど、うん、周りから仕事をしろって言われたんでしょうね沖縄にやってきましてそのお姉さんの旦那さんがやってる病院にいたらしいんですけどその話を聞きつけた当時は宮古中学校ですね宮古高校の校長先生が訪ねてきて、えー、ぜひ自分たちの学校で教鞭をとってもらいたいと。 当時宮中はできてまも,もなくて先生があんまり育ってなかったんですね。うん、で篠原法寿がそれを受けて宮古島に行くんですよ。そして約3年間ほど宮古島で教鞭をとるわけですね。はい、専門はまあ英語ですけど、まあ、その他に国語を教えたりとか図画を教えたりとかいろいろ教えたらしいんです。うん、でその時時に彼はまあ大学時代からやってた俳句 俳句をやってたんですけどだん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 こうあの向き俳句の方に傾いていくわけですね、はい、季節感記号を入れない俳句があってもいいんじゃないかと、うん、で「神経講俳句」とか「信仰俳句運動」というふうに言ってるらしいんですけど、うん、まあそれにどん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 共感をしていくわけです、うん、で彼の代表作がありまして、はい、これは彼が鹿児島からフレンドって沖縄に向かう途中の 体験を歌ったものなんですけど、こういう背景ですね。心身とハイアオキまで海の旅っていうのがありますね。この言葉には記号にあたるのは入ってないわけですね。うん、だけど心身とハイアオキまでですから文字通りあの船の上から海とか空を眺めていて体中に海の青さが 染み込んでくるようなとてもいい俳句だと思うんですね。ああ、じゃあ、心臓とか肺とかの肺ですね。<laughs> はいはい。ええ。体中に海の青さが染まってくるというような感じじゃないですかね。で、これが彼の代表作の一つになっちゃうんですね。で、それを本土でも発表した時に。あの、無機俳句というのは、これ伝統を。壊すもんだから、絶対認められないって言ってた、あの伝統派の俳句の方。 水原秀氏という有名な方がおるんですけど、はい、彼はこの,この俳句をとっても評価してですね、うんえー、無句俳句の最高傑作の一つであると、うん、いうふうに言ったとでこれは当時としても大変衝撃的なことであの伝統的な俳壇の大家が無句俳句を高く評価したと、うん、でその人があなん沖縄の宮古島にいたということらしいんですね。うん で彼はですね、沖縄宮古島で約3年間ぐらいいましてですね、それから鹿児島に戻るんですよ。戻って結婚をするんです。その結婚相手がなんとあの鹿児島銀行の当主のお嬢様なんですね。うん、だから彼自体も結構いいところの出身じゃないかと思うんですが、うん、残念ながら。 えー、お子さんが一人生まれて二人目がもうもなく生まれようとするときに亡くなっちゃうんですよ30歳で若くくしては亡くなるわけですそういうこともあって、えー、鹿児島の最南端の方の長崎バとっていうあの半島があるらしいんですけどその先っにやはり、えー、篠原豊作の俳句の日が立ってるわけですねこの新進と灰青きまで海の旅っていうのが立ってまして。 宮古島に行くと、宮古島の公園の高台にもその俳句の日が同じ俳句の日が立ってるんですよ。はい、で、宮古島の方はあの俳句の工面の方は上を向いてまして。上上つまり、はいえー、その日を見る人は俳句のあの背中の方、記念碑の背中の方で対面するという形になっているわけですね。これを作った人に言わせると、鹿児島のあの俳句の日と。 宮古島の俳句の日がお互いに向き合うように作ったということらしいんです。うん、それで彼のまあ俳句を名前ペンネームは豊作なんですけど宮古島にいる時は別のペンネームを使ってまして雲彦と言ったらしいんですねで彼,は彼の作品の中でちょっとあのこういうのがあります。 雲の峰と雲のいうか多分入道雲のようなものだと思うんですけど、はい、それが夜空にわ湧き上がってるといるううのを歌うわけですねこれを京都に行って京都の区会で発表するんですがそこで、えー、本土の人からは「夜に雲の峰が立つというのは考えられないと」と間違ってるんじゃないかとか。 あるいは夜に青空が見えるはずもないとかですね散々の悪用だったらしいんですねで彼は読むとあの結構雲の歌が多いような印象を受けるんですよ、うん、であの宮古島だと沖縄だと夜の8時とかでも結構空は青いんですよね、うん、で入道雲をくっきり見えると、うん、でそれを歌ったのがその歌なんですけどこれはやっぱり本土のか俳句の感覚では受け入れられなかったらしいんですね。うん そういういいい景色がなあんまりななです、ね。ないと、うんで。沖縄の雲は私もこの本堂から来た友人からよく言われるんですけど、うん、<coughs> 沖縄には雲の形がはっきりしてると、うん、我々の意味が分からなくてこれですどういうことですかと言うと本堂の方は,雲は,ど雲は,雲は本堂の雲はなんかモヤモヤしてるとかですねはっきり形をしてないのが多いと沖縄の場合はくっきりしてるんだねと言われて意外な印象を受けたんですけど多分 彼もそういう印象を持って、久茂彦というペンネームを使っていたんだろうなと。で鹿児島に向かって晩年は帰ってあの芳作という名前になるということで作の方は大鳥。うん、大鳥です、ね、はい。はい。篠原豊作大鳥という名前ですね。うん、随分違いますね。そうなんですよ。で彼があの先生を務めていた宮古中学校というのは今の宮古高等学校、宮古高校なんですよ。 私の母校で私も高校生時代別れのこと全く知りませんであと<ー>でいろいろ見てみると彼の教え子の中に私の知ってる先輩方の名前がちらほら出てくるんですよ。<ー>で彼はあの英語がメインの先生だったんですけどあの歴史とか図鑑も教えた美術も教えたってことらしいんですけど<ー>その時に宮古島ではこう美術ブームが起こってね はい、2か回二,二機会だな二つの季節の二機会という美術同好会が生まれてその中から私の知ってるあの何名かの、えー、絵画の先生を出ているんですで今の会長もどうも私の友人じゃないかと思うんですけど、ねはい、その時に作ったあの絵画同好会は今でも続いておるようなんです。うはい、ということですね。<laughs> あ,あーでもいいあれですねあの名作ですねやっぱりこの沖縄の景色を初めて見た時の感動っていうのはやっぱり死にしたくなりますよね、うん、歌にね名作が生まれてるんですね,ですねやっぱり沖縄でねムキハイクなんですよね、うん、必ずしも季節呼び込まなくてもいいと あるいは沖縄の季節感を取り入れるとですねこれが本土の,あの俳句の世界の中の「歳時記」と合わないとかいう現象が出てきたりするわけですね。はい、だからそれはあまりこだわらなくてあの地元の感覚で歌う歌がいいというのが多分篠原豊作の考えだったんじゃないかなと思います。はいそういうことで沖縄で無気俳句の代表作を作った俳句の名人篠原豊作が亡くなったのが今日の出来事です。はい いろ、はいろ調べていくうちにね沖縄手帳には9月の11日と書いてあるんですけど、はい、別の資料で9月の17日にいうのも出てきましたね2種類出てきてるんですへ<ー>で今どちらが正しいかっていうのを調べている途中ですので、えー、確定したらその時にはあの改めていきてると思います、うん、まあ2箇所でなくなるってことはないと思いますんで <laughs>、はいはい、次のいきましょうかはい 9月10日、句の日。はい、えー。これは昨日ですね、句の,の日。ゴラアースで生まれたことの日です。はい。実はこれも沖縄手帳にはつい最近掲載なんですよ。一昨年かな、あの東京に住まれて沖縄県を使っているから方から要望がございまして、えー、三神の日っていうのあるのにあのことの日がないと。私は東京で琉球語を習ってるんですよと。 ぜひ入れてくださいっていう話が問い合わせがあったんですよ。はい、それで私も調べるとやっぱり9月とかが靴の日っていうのがありまして、この月新聞には大きく <laughs> あの靴の日の演奏会の記事が載るんですよ。今日の新聞にも今日は1 1日ですから昨日ですねあの靴の日の記念行事が行われているんですね。第18回靴の日四首相検証日 で琉球小曲高揚会共催琉球新報主催というのが出てるんですね、うんえー、これりますと昨日は琉球新報ホールで300名の,あの演奏合奏というんですか300名が並んで演奏するというセレモニーが行われたみたいな、ね、300名でお琴合奏っていあのい,いですね気持ちよさそうですね聞いてねす,すごいですね,ね迫力がありますよね、うん ね、で,でも琉球ごとってあるんだろうなと思ってはいますけどなんかあっちの京都とかのおことと何が違うのかあんまり分かってないです私もですねこの琉球ごとに関する問い合わせが東京に住んでる方から来て何度かやり取りしたんですけど、はい、あの純粋におけな東京の人なんですよね。うーん <laughs> で向こうで琉球ごとの教室に通ってらっしゃるとへ<ー>っていうことだったんで意外だなと思って、はい、いろいろ調べていってあの琉球小局には,にはあの琉球小局紅葉会というのと琉球小局保存会という2つの会派があるらしいんです、ね、総局じゃなくて小局なんですか私は最初はこの琴の日っていうのは多分琉球宗局紅葉会っていうのが作ったんだろうなと思ってたんですよ。はい 調べているうちに琉球新報だっていうのが分かりまして、はい、琉球新報に確認したら間違いなく琉球新報が作りました。はい、ということで多分昨日のことの日の記事は沖縄タイムスに載っかってないんじゃないかなとう <laughs> まあ思うんですけどね、はい、さっきの質問ですけどそれで私もあの沖縄のことというのはどういうルーツだろうかというのをいろいろ調べてみました。うえー、そうしますすとですね分かったのがあの 沖縄のソードルの家元でが出している文章を見ますと琉球、まあ、大きに勤めている方があの薩摩に出かけましてそこで薩摩で八橋流のことのなんんですか先生についで免許改伝をもらって帰ってきたとあるわけですね。はい、教えた方は鹿児島藩士なんですけどその方は京都にいたことがあって。 京都であの八橋兼業という八橋龍のことの創始者ですかね兼業というのは目黒の方なんですけどその方から習ったということらしいんで、うん、沖縄では、えー、これがちゃんと歴史に残ってまして何年に、えー、鹿児島に渡って、えー、修行を受けて何年に戻ってきたというのがきちっと残ってるわけですね。はい で帰ってきた翌年には当時の,おとの,あの琉球王の王を自宅に招いてこの琴を披露したということまで残ってますので、はい、これがまず,まず間違いないルーツだろうと沖縄では言われておるわけなんですところがあ後になりまして、えー、琴の日本の琴の第一人者の宮城道を あの春の海とか作った方ですね。はいうん、この人もメクラのことの演奏家で有名な方ですけど、で、うんてててててててんですよね。だ <laughs> ったかな。で <laughs> れーってやつですよね。お正月に聞くやつ。お正月のはいそうです。学校の学校で習うやつですね。はい、その目の前でまあメクラの方ですけど面前で、えー、琉球奏曲高陽会の会長さんが琉球事を披露したところ琉球の奏曲はこれは あの違うと違うと言いますかなあの八橋流ではないとおっしゃられたらしいんですで調べていくとあの八,八橋流というのは日本のことの流派の中でも大変古い流派に入るんですね今生田流とか山田流というのがしょあのメインらしいんですその元の古い流派なんです。で宮城道夫先生はは沖縄のこここととを聞いいてこれは美しいことである といいう,うに言われたらしいんですね、うん、でどういうことかというとそれこそこの八橋流が古い流派なんですけど、うん、そのもっと前にあった流派の流れを組んでるんだということらしいですからあとはもうこれ想像なんですけどこの薩摩で沖縄の方に指導したという方もこの八橋流の,の最初の方の指導を受けたんじゃないのかなということになって っているっていいるとらしいんですんで三振の場合は、えー、中国から琉球に渡ってきて琉球から本土に行ったっていうのがはっきりしてるわけですけど、えー、琴の場合はこの今の沖縄の琉球ごとの本家、えー、の見方では逆で、えー、京都から鹿児島に伝わって鹿児島から琉球に渡ってきたんだと,ということになってるんですけど最近の研究では 必ずしもそうとは言えないっていう面があるらしくてでもそれはあまり定着しなくてその後本土でつくし流とかやさし流っていうのができてそれが沖縄に逆輸入してきたんじゃないかという見方が出てきておるようです。 以外に難しいいももものででことを簡単に考えていたらどうもそうでもないようそなよだと。でさらに日本のことのこの八橋流というのがあの古い流派だと言われてるわけですけどそこのお伝わってる宗曲ことの曲の中で沖縄にだけしかない宗曲もあるらしくて日本で失われた日本の我々は和事と,とか日本事と,と言うんですけど。 それの古い古い形が沖縄での伝統事の基本になってるんだということらしいんですね。うん、そういうこともあってあのこの紅葉界の方ではあの本当の方でも琉球語とを習う方が増えてるというふうに話してますね。うん、で紅葉会は沖縄にもちろん本部があるんですけどあの国内にも例えば東京とか関西とか横浜とかに支部があってそれで、ね、海外でも ハワイとかロサンゼルスだとか南米だとここに支部があると、多分それは沖縄の二世三世の方が多いと思うんですけど、だのかなりあのグローバルな活躍をしておるようなんです。まあ日本ではなくなったことの古い形が沖縄ではまだ残っていると、いいことです。調べてみると意外なものがわかるんだなという感じがします。楽器自体は一緒なんですか。昔は琉球語とはあの。 琉球での独自の形があったらしいんですけど今は本土のことを使っているらしいんですよでもこれも非常に複雑でして本土のことは、えー、本土では2つの流派があるんですけどどっちだったかなあの、大体がちょっとおろ覚えですけどあの山田流というところで使っていることが 普及していると、これ流派を超えて使われているってことらしいんです。うん、それ沖縄の場合はこの少ない方の幾多流のことを使っていると。ああ、語を。いうのもありまして、<ー>なんかなぜ、うん、だろうかなと思うんですけど、これちょっとわかんないですね。うん、ただあの聞くと、あの本土のことに比べて弦を弦がはりあまり張り詰めてないと少し緩めるような形でやっていて。 そのせいもあって低音でゆったりした音が出せるということらしいんです。うんうん、えー、でもこ面白いですね、はいうん。宮城道夫さんがでも聞いてこれは古いなって思ったんでしょうね。ですよね。だからまあ第一人者がそう言ったんで多分そうだろなと。うんうん、からあ田辺さおだな。田辺さおというあ,、はいはい、あの民謡のあ音楽史の研究家がいて。はい 彼は沖縄、琉球ごとの六段を聞いて本当の六段とはかなり違いがあると。うんうん、で六段はあの八橋流の、うん、八橋兼業が作ったと言われてるんですけど田辺さんは、うん、これは、えー、八橋健行が作ったものではないと、うん、琉球の古い形の六段が伝わってそれが 編曲されたもんだろううなということいこを話されているらしいんですうんそこまでくると何が正しいのか分からなくて <laughs> 結論として沖縄にはあの,の中で和語と日本語と,と違った独自の琉球とがあって、えー、流れとしては日本の古い古いことの伝統を受け継いでいて独自の曲も持ってるっていうことらしいんです。うんで新しい、えー 愛好家も増えてるってことらしいですね。うん、うん、よくなんかあのう、器楽ものって言ったら、あのう、菅勝ちって言いますけど、はい、立ち写し菅勝ちとか。は聞きますけど、じゃ、あれは沖縄オリジナルなんですか。あっちにもあるんですか。うんうん、あっちにもあるらしいんです。なものは。で、沖縄では古典総局というのが十曲あるらしいんですけど。そのうち三つぐらいは本当にはもう伝わらなくなっちゃう。いうふうにていますね。はいはいうん も、うんまあ、ともと琴はあの独奏では弾かないんで大体、うん、シャンセンと一緒に弾いたり箱の楽器と弾いたりするわけですね。うんはい、ただ多分昨日もやったと思うんですけど琴の,の日みたいに100名あまり集まって一斉に琴を弾くととても、うん、あのすごいですね迫力があってすご、うん、豪華な印象を受けますね。うんはい、私なんかすぐお正月の歌を思い出してね、うん、お正月の印象がありますね。うん それ聞いてみましょうか。お正月に沖縄だとお正月によく出てくる立ちうし。じゃあ,じゃあ渡りぞす立ちうしすががちをお聞きください。はいはい ああもうこれあれだ、うん、はいあえ字、ー、方はですねおことは田和田澄さんと伊良葉つつって書いてこんな名前ありますか、はい、<laughs> さんです <laughs> はい <laughs> 失礼しましたはいえー、おきゃの方だといつも正月に聞く んじゃない曲じゃない,ないお正月らしい感じ、はい、踊りもねはい、はい、あってね本当だとさっきの宮城道町の春の海が出てくるんですよねお正月の朝はいはいさて最後のテーマいきましょうかあじゃあちょっと CM を挟みましょうかねはい、はいはい、そうか早くなったとこか

どっちも弾けないんですよねなんかお琴のテーマって聞いて自分は興味がないってこなかったってことに気づきましたまた琴の合奏曲はとってもあのいいんですけどね沖縄手帳発行人の時間をお送りしておりますはいじゃあ次のテーマに行っても大丈夫ですかはい、はいはい、あ、間違えたすいません 1610年9月12日、少年王、江戸城で将軍、秀忠と対面、はいえー。3つ目のテーマですね、やっぱり3つやるというのはちょっときついかもしれませんね。<そ>1609年に島津が琉球を攻め滅ろしまして、国王、少年王は捕虜になったわけですね。そそししててて鹿児島にに連れていかれかましてその翌年年に 徳川家康に静岡の駿府で対面をしてその後江戸城で2代目将軍の家家秀忠と対面をしたということなんですけど興味があったのはどんな形で対面したのかなとか、うん、その時の少年王の気持ちはどうだったんだろうかなと、うん、いうことだったんですけどこの2点でいうとねあのものすごい予想外の,あの手厚いもてなしを受けたと。 うん、いいのが一番目の驚きなんですね。うん、まあそれはあの島津藩としてはあの初めて日本開国で初めて外国の王があの挨拶に来るんでこれを大いに持ち上げましょうと。うん、で幕府も同じ考えでえこれはもうなんていうのあのすごいおもてなしをするようにということで命じるわけですね。うん、でそうすればそれだけそういう偉い人があの 将軍のところにに頭下げに来るわけですからうん、うん、自分たちが偉い偉大だというのが宣伝されると、ねうん、そういう言葉にまして「少年王一行には中国の服装で来なさいと」と、うん、それから「路地学を鳴らしながら行進しなさい」うん、で少年王が乗る腰はこれあの実は当時としては天皇しか乗れないようなあの法王の腰もうすぐく贅沢な腰に乗り物に乗るように」と。 行くとたくさんの見物客を集めながら江戸に向かっていったわけですね。で8月の16日に静岡の駿府城にいる徳川家康に会ってます。でさらに、えー、進めていて9月の12日には江戸城で第二代将軍秀忠に拝謁をしているんですね。うん、この時に使われた言葉があの五体 えー「顔を合わせる」ってやつなんですけど、うん、この言葉はあの徳川御三家とか天皇の下に会うときに表現する言葉らしいんです初代名とか直参旗本が会う場合はお目見えなんですね普通は「お目見え」以下ということであの顔を合わせることはできないんですけどとてもあのレベルの高い持ち話をしているわけですね。ご対岸、はい、でその時に実は 少年王が食い茶をやったんじゃないかと <laughs> 勝ち足をやったんじゃないかという話がありまして、うん、将軍から琉球は代々中山王の国になるので他の王は立てないと速やかに帰国して祖先の祭りを行いなさいとつまり琉球国を引き続き支配する王として支配することを認めると言ったわけですねでその時の記録の中でなんと少年王は手で前足を踏んで換気したという話ですね だか,だか手踊りをして足も踏んだってことなんで<ー>立ち上がったかどうかはっきり分からないんですけどまあその時江戸の侍たちはこの不思議な光景だと思って記録してるわけですね、うん、だから手が前足を踏むというとこれはもう今で言うと勝ちやいだろうなとやったんじゃないかなと言われてるんですね。うん、で同行した島津家久公にはあの琉球を完了して税金を取り立てる権利が認められたわけですね。 うん、初年は片足で舞い上がってしまったわけなんですけどあの翌日にはちょっと落ち込んでですね、うん、あの自分の弟が一緒に来た旅で来た弟が亡くなっちゃったという知らせが来るわけです。うんはい、で弟が一緒に来ていたんですけど駿府、はい、で山へ、えー、について。 そこに残して江戸に登ってくるんですね。<ー>で将軍に敗列した翌日に亡くなったという知らせが来るんですね。はい、でその時に読んだ少年をの良家が。良家があのよかてさめ、ちょうだい、うがなし、うすば。和宮やよすじまのあらぬひとつび、なりまして。まあ兄弟は弟は羨ましいもんだと。あの親のおそばに生きて羨ましいと。私はいつまでも、あのよその島でのただの、一ぶの小さな砂だと。 いうようなことを言ってるわけですねわあかなりもう落ち込んで落ち込んでるわけですね、はい、で、島津公は将軍から予想外の熱いもてなしを受けて感動してるわけですねあの対面した場所も戦場時期の大広間で初代名とか旗本を全部読んでその中でやったわけですので,で帰りにあの京都に寄りまして、えー、英久公から京都見物を勧められるんですけど 少年王はこう言っているんですよ私は偏境の小国といえども一国の王であると異国の服装に人々の好奇の目で見られることは屈辱であると国の恥を思うと島津公の命令であっても応じられないと言って結局あの強権物いいかないと言ってるわけですねだから琉球国の安堵を認めた時は思わずかちゃしが出てしまったんでしょうけど、うん、あ冷静に考えるとやはり自分はとらわれの身で見せ物になってるんで。 喜ぶのは良くないって思ったんじゃないかなって気がするわけですね。でこれ以来あの何かあるたびに琉球王から王国からは江戸の舞江戸にお祝いの使者が出たりするんですけどこれが洗礼なわけですね。でその時のおフれが出てましてあの日本名をつけてはいけないとか日本風の洋服はいけないと日本風の振る舞いは固く禁止するというお知らせがオフレが 薩摩から出されるわけです、うん、で最初の頃この少年王が行った時に日本の文化人たちはいろいろ接触してるうちにむしろ琉球の方が古い大和言葉を使ってる節があると、うん、それに比べると薩摩の方の田舎言葉はさっぱり分からんと <laughs> 言ってるんです、ね、あ<ー>、まあ、そういうことがありまして少年王は <coughs> とてもあの手厚いもてなしを受けたと。 鹿児島の家主作はそれであのとっても情景になったんですねで、少年王も一時は喜んだんですけどあとは少し落ち込んでしまったというのが実情じゃないかなと思うんですねで、この時にじゃあ本土と琉球との距離が埋まったかというと逆で、えー、琉球側があの本土風大和風のことをすることを禁止するということがむしろ強く出てきたと、うんえー、距離は遠ざかったんじゃないかな とということなんですんそれがあったのが1610年の今日の6月中日ですからね明日の出来事なんですねはい時間も来てますんで、えーえんか島津のなんかこう顔を大きくしただけみたいな、うん、そうそうこの時にすごい贈り物を <laughs> 大御所の徳があの家康に差し上げたり 将軍にも出してるんですけど琉球川から持っていたものは不足だってことで薩摩川が継ぎ足してるわけですね、はい、小金刀なども贈呈してるわけです、うん、沖縄ながら刀を贈呈するってないんですけどでそれどうなったかというと、うん、あの薩摩から琉球に対する借金としてちゃんと <laughs> 残されてるんですねあとで腹るをやなかったようですねんなんか燃えやってきますね <laughs>、うん、はい。 今日,はえー、今日の出来事はね明日の出来事は少年王が江戸城で将軍秀忠と対面したという出来事を取り上げました、はいはい、では答え合わせです,です、ね、今日問題はその時少年王を見た大和の人の印象はどうだったかこれは先ほど言いました通りあの徳川家康に駿府で お会いしときに毛利家の人がいてですね、はい、その人が記録している文章があるわけですうん、うん、大変珍しいらしいです静岡で見たときにどんなふうに思われたか、はい、答えはですね T1 の一番なんです T1、うん、いかにもたくましき良き男だと書き残してるんですねおおじゃあめっちゃかっこよかったんだそうなんでしょうね、うん えー、正式に言うといかにもたくましく良き男にってご座候というのがあの原文の言葉なんですね。うん、ああ堂々としていたんですよね。うん、で、えー、これに出てくる三番目の六尺ば,ばかりの色黒き男なりっていうのはこれは実は鹿児島川が書いた当時の三士間ジャーナエカタディザンジャーナエカタですね。後であのまあこれ処刑されちゃうけど。 の島津の行くと全然聞かなくて反抗して処刑されてしまうのはこの,この6尺ばかりの大男なんで竹少し低く色白からずというのはその後に出てくる王様ではない後々の,あの琉球川の死者が大体この中にですねうん、うん、やっぱり沖縄ですから差が低いわけですよ、うん、でどちらかというと体もあまりがっちりしてないというふうに見たんでしょうね これではあの薩摩に絡め取られるのもやむをえないというふうな感じの評論も出ているようでうちょっとひ弱というかなうんあんまり強くないというイメージを与えたみたいですね。うだけど,逆だけどこう少年王についてはあ,の、まあ嬉しいことにいってますからいかにもたくましく良き男だったいんでうんの実際にお会いしてみたいなと思うような。 印象を抱かされる書きぶりをしております。やっぱり王様になる、このね。風格があったんでしょうね。う,でしょうね、うん、後々の江戸の森の下については。あの神格についてね。やはりは旗本クラスだとかいうような評論が出たりしてるのもあるんですよ。あるいはそれよりも、あの道中を一緒に旅行する、あの音楽をやる、楽同士ですね。あの。 美少年が選ばれるんで,、うん、でそれについては論結構残ってるんですね。はいうん、誰,誰が綺麗だとかいうことで初代の捕虜王様で初めて琉球王で本土に渡って、まあ、捕虜だったんですけど多分徳川家康にお会いした時はその捕虜の卑屈さっていうのは見せなかったんだろうなと、うん、堂々している形で対応したいんじゃないかなという印象を受けますね。うんうん まあ誇りはなんか失ってなかったんじゃないかなということです。うん、なるほど。もっといろんなね描写があったらね知りたいところですね。これねあるんですよね。<お>ずっとあまり時間ないんですね。あと四分ですね。うん、あの前前にあの太中少人のところで話してたけど、太、うん、中少人はその時京都にいるんですよね。うん、京都の法輪壇ノ寺だったかな。はいはい。そこにあります。壇ノ法輪です、ね、輪寺か。うん でそこに当時の少年王からあの贈り物がたくさん贈られてるんですね、うん、それはダンノウジの花宝まあ顔は寺の宝物としてずっと残ってるわけですねでその中に私も見てびっくりしていますしたし行きさんもびっくりしてたと思うんですけど、うん、このお坊様のあの 自画像を少年大時代が描いた、うん、う肖像画っていうか肖像画が残ってますね、はい、あれを見て私もびっくりしました、うん、あのお坊様の肖像画なんでいかにもこう悟りを開いたというか優しそうな顔してるとかっていうような印象を持ってたんですけど庭に見てみるとこの大中少人の顔に とても厳しい表情があるわけですね、うん、激しいものを持っている大中少年の絵なんですね、うん、それを少年王が描いている、うん、これはすごいなあだからこれを描いた少年王もまの、あ、すごくあの激しいものを心の中に秘めて描いてるんじゃないかなと思ってますねそういう印象を受ける絵でしたね、うん、でその絵の中に少年王の言葉があってあの国は滅べるもみたないな 三滅べどもっていう文章が残ってね「うんえー、山川滅びても対 <laughs> 中少年の教えを守っていけば道は開けるとか西方極楽上等に行ける道はあるんだというのを信じております」みたいなことを書いてありますので、うん、それを書いた少年王の心持ちというのは。 あのやっぱり生半可なものじゃなかったし、うん、あの王としての誇りとか責任とか自覚というのはちゃんと持って対応していたんじゃないかなという気はいたしますね、うんうん、あの絵も王様なんか絵師が描いたみたいな本当王様が描いたって思えないような、うんうん、ただものじじゃない感じが、うん、あのとても鋭い、うん、お坊様の絵ですねですね。 人形にならない感じのお坊様の絵を描いてますはい、はい、から描いた人もすごいだろうなとか、ね、いう印象をしまししましたです、ね、しました。ししたはい、はい、今日は三つ取り上げましたね。はい、ちょっと三つの中の時間的にどうかなと思って、はいはい、ついあの早口になってしまいました。はいでは時間となってしまいました。来週はどんなテーマでしょう。はい来週はね九月十八日で島吹の日だとかあります。うん 遠山キルドがなくなったものその前の日この辺もいっぱいあるんですねはい。そこら辺を取り上げてみたいと思いますはいぜひあの沖縄鉄道めくりながら沖縄のいろんな出来事を振り返ってみていただければと思います、うん、沖縄鉄道のね、各ひ日,日にちのところに書いてありますのでこれが気になるとかありましたらぜひまたねメッセージもお寄せいただいたら参考にして取り上げたいと思いますはい。はい では沖縄手帳発行人の時間この番組は丸るま印刷の提供でお送りしましたはいどうもありがとうございましたまた、はい、またウィーチェーウ